い時間ですな今日。ほんでそうやねやでね、もうオープニングもあんなことでしたからね。はいはいはい、もう、まあ、笑ってもらえるでしょ。今日のオープニングひどいで、もうとうとうあの禁断の果実を食べてしまったんですよね。というか、まあテレビでやったらいかんよねまあまあね、どうしましょうかね。ねえ、癖あるなあ。ねえ、みんなやっぱり浜田のこと見てますよね。なんでやねん、二人立っとんねやから、どっちも見るがな。いや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 、あわらでええよ。俺のことなんて誰も見てないですよ、やっぱり。今花ほじったもん見てるし。いや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 、昔ほらピンクレディとかテレビで見てても、やっぱり今考えてみたらみーちゃんばっか見てたもん俺。それと一緒なんですよ、やっぱダウンタウン。みーちゃんばっかり、それはお前がみーちゃんだけを見てただけで。でも結構みーちゃん、みんなはみんなみーちゃんだよ。お前何ちゃん見てた。みーちゃんや。みーちゃん見たでしょ。ほら見てみんな。いや、それはたまたま思っただけでやって、お前何ちゃん見てた。すぐ言わんかい、うん、言わんかい。マイク蹴られた、マイク蹴られたでおい。やっぱりダウンタウン見たい、ダウンタウン見たいって言うてますけど、その言葉の中には浜田が見たいってさ、まあぶっちゃけた話ね、和製ジェームス・ディーンじゃない。お前なそんな持ち上げ方嫌みやわね、理由なき犯行じゃないですか、やっぱりね。テーマはやっぱり俺はね、勝てんちゅうんだ。何を言うと、誰が挑むねんちゅう話。そんなんええから、もう。何ですか。いやいや、そんなんええけど。あ、そうですね、もうね、まだまだ暑いですけども、ね。この間僕ラーメン食いに行きましてね、ちょっとムカついたんですけど、それは聞いた。あのね、僕はね、あの世間的には、あのなんか悪いやつみたいに思われてますよ。ね。よく分かってるやん。なんかね、でもね、こう見えてもね、すごいやっぱり正義感は人一倍強いんですよ。みんなには見えないかもしれんけど、マントつけてますから。心の中で。心の中でマントいつもなびかしてる。なるほど。かっこええな。かっこええ人間ですから。ね。はい。正義やね。正義、ザ正義っていう男なんです。たまにあるでしょ、ラーメン屋で行列になってるというか、そういうとこ行ってね、俺何が腹立つってね、食い終わったのにタバコ吸うて喋ってるやつがもう許せないんですよ。なるほど。外に待っとんねん、な、食い終わったらもう早めに行って外でタバコ吸えばええやんか、もうそれがもうしょうがないんですよ。わかります？わかります。ああいうのもう許せないんですよ。はいはいはい。さあ、この話この先ちょっと広げて何はっこ特有のノリとあれで粘り関西のノリでお前それ最近気に入ってるよちょっと大体あのね、僕ね、女ラーメン食うなっちゅう大体主義なんですよ。女はね、まあ、ごめんなほんますいません。女は、ね、まあ聞いたってごめんなさい。女ってね、レンゲにミニラーメン作りよるでしょ。食いやすいようにして、ね、おかしいって。あんなもんダイレクトにいかんかい。ここにスープ適当と麺適当やりよんのよな。でちょっとネギ添えて、ちょっとネギ添えて、んで一口ラーメンにしよんだよ。これがもうね、ほんならお前家でベビースター食うとけっちゅう。また違うがな、ベビースターとは。何、あのベージー入った時に席が結構埋まってて、全部埋まってて、もう座られない状態にあって、食い終わってんのに立てんやつおるやろ。あ、どうぞって言って、もう出ますって言って、それをせえへんやつがほら信じられへんねん、もうこっちは座るとこないわけやん。ほんのにもうとっくの昔に食い終わってやで、お前橋の色ももう変わっとんねん、ちょっと濃いなってる。俺の察するところかなりの前にもう一個ある。いや、そんなん誰が見たってわかるっちゅうの。それをまだタバコ吸うて、こう見とんのにわって喋ってるやつがいいんでしょ、これがわからん。いや、ほんならマントつけてんのやったらパーッといかんと、僕はマントなんてついてないですから、あのね、だから例えば車乗っててタバコのポイ捨てあるでしょ、これ全然悪いと僕思わないんですよ。灰皿あるじゃないですか。いやいや、灰皿いっぱいあった時にね、これ別に僕マナーが悪いとか全然思わないんですよ。僕の正義っていうのはちょっと屈折してますから。そんなんあかんやん、マント外せ。そんなもんあかんよ。でタバコのポイ捨ては燃えるし、うん、あんなもんは神ですから、土に帰りますから。まあでも場所にもよるじゃない。でも空き缶のポイ捨ては許せないんですよ。車乗ってて飲んだジュースの空き缶振るやつおんの。おる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 よ。俺は羽もんかな思ってんけど違う。いやいや、そらお前1個2個掘ったって山ほどつけんかい。それはわかんない。いや、掘りはせえへんけど、ほら信号待ちで止まった時にガチャッと開けて下にポンと置いて、ああ、
それはでも、いやそれは何やねん。いやそれはやりますよ、たまにね。空き缶本来のは音がうるさいからじゃないねん。いや、分かってるやん。空き缶投げたらあかんっていう大きな理由は2つですよ、うん、危ないっていうのと、うん、はいはい、そのゴミになるっていうのも2つの、うんうんうん、そうですよ。だから置いてもやっぱり1個それは悪いこと言ってますから、うん、そこでまあ唯一許されるならば昔の友達がバイクで死んだ場所ならばそんなまあ飲みになって、ここやったって言って、うん、まあ飲みになっていう、まあおかきもぜひ。松本さんのお父さんと加山雄三さんは仲が良くて、夏休みになるとよく家族ぐるみでハワイの別荘へ行っていたそうですが、どんな感じだったのか教えてください。よく知ってますね。いや、あんたの親父が、はい、若大将と友達の、あ、そうなんですね。あのエレキの若大将の時かな、出演者の親父はね、はい、役者やったんや。役者でしたね、うちの親父は。何の役だ。これ俺言うてなかった、うちの親父、俺二世タレントやって知らんか。激痩せ二世タレントや。どこがやねん。プニュプニュやねん。プニュプニュ言うな言ってた。なんていう名前。何が。松本丈一です。本名で言ってないね。全然知らんか。まあ見てください、ビデオは多分置いてますから、エレキの若大将、うん、松本丈一かっこ新人って書いてます。いやだってデビューさん。いやそうかも分からんけど、なんかためどして感じするやんけ。親友でとか書いてたら、ああ、いやだからその時はオーディションに受かって、うちの親父が、それ以降はもう大体加山雄三の番組、ドラマ、映画ほとんど出てますよ。いやそのハワイの別荘の話をしてくれって言って、ね、どんな別荘やったか。何を言うてほしいのか。加山雄三の別荘はどんな感じだったのか、その頃の話。吹き抜け吹き抜け。ああほんで部屋数は26。めちゃめちゃ広いじゃないですか。そうですよ。なんで目つぶってんの。今思い出してんねん。ああそうか、記憶をたどっとる。そうか、ごめんごめん。27かな。あれとあれは一緒、26、26、うん、リビング、あれはアコーディオンだけやから26。もうそんなんええねん。リビングってどれぐらいの広さ。あれはでも30畳ぐらいあったんじゃないですかね。30畳ぐらいの大リビングでしたからね。大リビング、ええ、あの30畳のリビングでうちの親父と加山雄三が殴り合いするとは夢にない。原因はないの。多分胸毛のことやった。いや、ゆうちゃんのその胸毛もシャレにならんなかなんか言うたんだ。なんでシャレにならんの。なんかバーベキューの時になんか言うたんだ。ほんならバーン置いて、はあ、タレをバーン置いて。まあ何でもええわ、タレでもな。まさに今食おうとしてたのよ。ああ、そうなんですよ。それをガーン置いて、それをバーン置いて、ガッガッガッいたんですよ、うん、ほんで奥さんがパパパパって来て、うん、すいません、ジョーちゃん、ジョーちゃん、うちの親父、ジョーイチやから、ジョーイチ、うん、謝ってって言うんですよ。え、謝ってもええけど。何があって言われんで、何があって言われんでって。俺何もそんなこと言うてんねん。いや、うちの加山が怒ってるから。で、うちの親父、まあ言ったらしいですけどね、うん、ええ、うん、で、ただ、窓からパッて見た時にもう すごいと付き合いしてたから。バカい。上半身裸やったから。そっからもう付き合いがないという、うん、あれから付き合いなかったですね。あんな楽しかったんですけどね。あ、そうですか。毎年正月と夏休みはもう絶対一緒でしたから。あ、そうなの、うん、モンゴル相撲してましたからね。ややこしいわ、相撲とね。でも俺幼稚園やもんな、親父らにモンゴル相撲ってややこしいなと。相撲でええかなと。大学生時代には100社を超える内定を決めた松本さん。お前高卒ちゃうんか。いやいやいや、出てます、出てます。どこの大学出てるの。いや、もうそれは出てんねんとか言う、もう出まくってますよ。出まくられへんわな、お前一人の人間が。そんな業さん、お前どこの大学知ってんねん。関西で言えば、うん、京大。あ、京大出てる。阪大。あ、出てる。阪大出てる。どうしよう。あ、それ出てない。
都産業大学。それ言うた。言うてないがな。言うてないがな。まあほとんど出てる。ほとんど出てんねん。まあまあええわ、はいはい、100社を超える内定を決めた松本さん、はいはい、面接の時などに印象に残るドアの開け方を教えてください。普通はまあバッと開けたらもう失礼しますとかそういう感じでしょ。僕はやったことないですけど、面接なんか受けたことないですけど。君面接受けたことないの？ないよ。俺なんてもうすごいよ。もう心象がすごくいいのよ。いつも納得っていう判を押されるまあそれはまあ1社ぐらいあるやろ。そんなハンコ持ってる会社も。ただ普通ないで。納得っすよ。納得されたって。いやいやいや、帰る時にポンって聞こえるもん。だからそれが納得の反応か分かれへんやん。あったもん、でかい納得って書いてるやつが、それをもうバンって忘れあげて教えてあげてくださいよ。面接ですか、うん、あほなちょっと来てください。あなたガチャ失礼します。あもう最悪ですよ。おのぼりさんやん。俺こんなことしてんのか。入ってこんなことはしてないわ。いやいやもうカメラが見えたもん。都会派気取らんと。どうするんですか最初。こんなの相次ぎの方どうぞ。ウィーン。ちょちょちょ。閉めたな今。授業ドア閉めたで。頑張るしかないんですよ。自然にするのが本当はいいんですよ。やっぱあんまりね、僕着飾ってますよっていうかね、うん、あの普段の自然な感じで僕は一番いいと。僕はそれでいけましたからね。例えばあおかけくださいって言うでしょ、はいはい、かけてくださいよ、はいはい、普段そんなにしてかけないじゃないですか。あどうしたらいいんですか。いやだからもう本当にもうこんなんでもいいですよ。おい何すねてんねん。たまにこうかんないここの皮をたまに食べたったらいいんですよ。食べたったら言われても。ここにピロッと出てるの食べたい時あるでしょ。ねえ普段やってる最初口だけでやってんけどどうも届けへんから。そんなんしたったらいいんですよ。こっちでもスーツ着たおっさんこうやって見てんねん。ほなもう納得。いや久しぶりやな。ああ久しぶりですね。もう今日はダメですよ。何がもう休みボケでちょっと休みすぎた。まだダウンタウンになってへんもん俺。ちょっと休みすぎた。ただの松本とこのおっさんやもん。松本とこのね。もう松本とこのおっさんですわ。もうまあそうやわ。なんかどっか行った。えちょっとあもう何ですか。もうチャリティー始まってるんですか。ねえ違うがな、ねえ今年は頑張ってくださいね。まだ一緒に泣こうや。泣いてへんよ。こっち怒ってるっちゅうねん。ほなちょっと VTR 見て。ほら見てみ泣いてへんやん。泣いてるやん。涙目やん。涙目ちゃうちゅうめっちゃ泣いてるやん。古いね古いね。ああもうほんまね。何がいいの。いやいやいやちょっとやっぱ人間っちゅうのは、うん、ほらもう元々生くらやから、うん、だらけるな。だらけるな。もう仕事する暑いしな。いやもうちょっと喋りますけど。いや言うたってみんな仕事をしてるんですよ、うん、いや休んでんちゃうの今は。休んでんの。休んでない。休んでへん言うてお前らこれ見に来とるやないか。いやそれは仕事終わってからですよ。もう今はもう何時は持てはんの。あ仕事終わってからこれ来たんか。そりゃそうですよ。仕事いたってどんな仕事してるか分かんない。いやまあな大した仕事やれどうかお前マンション行ってチェンジ言われてるんか分からへん。うわ嘘。そんな人なん。シーコースで言うてるか分からへんうわもうほんまかいな。まあそりゃそれでええやんか。いろんな仕事あるからね。あれですけど。えどこも行ってへんの。行った行ってるやんけ。聞けよその話。あのな俺なたまにガキ見んねんやん。オンエア見たら俺いかにお前の話聞いてへんかいうの分かるわ。せやろこれ喋ってる時はもう自分の方しか考えてへんからな。横でこう言うてんのに全然聞いてへんやん。オンエア見たらなあ
浜田こんなん言ってたんや。そうや。こっち俺無視してるわ。たまーにあるね。あるある、うん。ちゃんと聞いてや。まあそうですね。でも言った言うだけのことやからね、別に。あ、そうなんですか。うん、別に何もないんですか。何もないっすよ。もう一人旅したんやったともかく。もう嫌です。なんやの。仕事する気ないんですよ。しっかりせえ。蹴るだけでええやんけ。なんで手もこうなの。それはお前腰を入れてるいうことやろ。腰を入れてるいうことはへこまそうとしてるってことやろ。いやお前へこまさってしゃあないわ。なんかあったかな。いやマジでどこも行ってないのや。名古屋行きました。何風俗巡りしてたやん。お前はなほんまにな、ほんまやめろ。俺言うとくで、俺ほんまに言うとくで、風俗は嫌いなんですよ。いや、行くけど。どないやねん。どないやねん。いや、今ちょっとこんなんなりましたよ。売って休んでなったけど。どないやねん。行くけど、めったに行かないです。それはもう誘われてしょうがなしに付き合いで行くぐらいで、自分から行こうっていうことはまずないんです。あ、それから言うときますけど、ソープは僕生まれて2回しか行ったことない。それ別に偉そうに言うことじゃない。ソープはなかなか行きまへんで、2回しか。あ、ほんまに。最初にやってくれよ。なんで思い出してやり直すの。それがフリートークの醍醐味やないか。醍醐味ちゃうよ。話してたら寒いね。今思いついたからいう感じがええねん。それで7年やっとるねん。何やそれ。じゃあほんまにね、僕ほんま行かないですから。ソープ行ったらね、立たないんですよ。あ、そうなんや。はい。うわ。友達の会話やん。友達やん。コメディアンとしての会話があるやろ。薬もらう待合室やん。それ分かりにくいわ。松本さんいうの待ってる間の会話。ああいうとこ行ってそんなええの来ないでしょ。違う。あ、それはあるけど。そうでしょ。僕2回行きましたけど、2回でももうどん滑りなんですよ。初めて行った時からもうダメだったんですよ。あ、そう。あれ知ってます？田村正和の CM。 ジャックスカードは3回、6回、12回。まあまあええわよ。あんなおばはん来たんですよ。それは嘘や。ちょ、ほんまやもん。俺1回目はみんな知らないけど、バイトしてたママみたいなのが来て。プチのママ。あ、そりゃあかんわ。最悪やった。こっち怖いやろ。怖いね。もうな、ほんまな、もう金払うて帰りたいやん。行く前まではちっぽ来ないなってたんやけど、入ったらなんかもうこんなの、まんざらでもないみたいな。
以前世界三大男前に始まり、うん、世界三大甘いもの、世界三大切ないものを発表された松本さんに質問です。はい、何でも最近世界三大セクシーポーズをまた発表されたそうですが、一体どんなポーズですか、教えてください。はい、ちょっとセクシーポーズやってごらんなさい。あなたセクシーポーズ、あなたセクシーですかねえ、なんでタバコ吸ってんの。セクシーですか。自分セクシーなん。いや、それはセクシー。どこがセクシーなん。ああ、そうやな、でも確かに俺お前と何を言うてんねん。だから人が今聞いたやろ、そういうとこを直せっちゅう。待て待て待てや、その話をしとるがな。俺お前と15年ぐらいやってるけど、確かにお前を見てセクシーやと思ったことはこれないわ。分かれへん、意味が。いや、だからどういうもんがセクシーなのか。普段は自分が生活してて、あ、今俺セクシーって思う時あるわけ。あります、あります。どういう時にセクシーと思う。例えばコンビニ行きましょうよ、うん、コンビニ行った時に、なんか買い物したら、うん、2302円やったとしましょうよ、うん、ね、うん、その時に1万円を出して、うん、出して、あ、ちょっと待ってください、302円を出した時にセクシーって言うんだよね。別にその302円はキリがええから出してるだけであって、この時にセクシーと思うや。いや、俺は思われへんわ、それでは。いや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 、それを防犯カメラは捉えてますよ。いや、でもあのカメラは空回りやないからね、あれ撮ってるんやからね。いやいや、そうかもしれんけど、それであれ持って帰るからね、本社に、あのテープを。ほいで、みんなで偉いさんが見て、おお、セクシーなセクシーな客がいたねって言うてるから、ね、おったんやったらもっと驚こうや。軽いやん、うん、8時5分、セクシーな客だったね、よし次って言うてるから。分かった、うん、まあ、今度からそういう端数は出した方がいいわけ。うん、その時にまあこうもっとこうラインを大切にしないといけないですけどね。ラインをね、ラインをこうね。うわぁ、寒っ。なんで寒いもっとこういかない、これ小銭あ財布開けて待ってるんですよ、これ。ガマ口を、ガマ口、ガマ口を開けて待ってるんですよ。はい、どうぞ。ね、はい、エジソンに発明のヒントを与えていたという松本さんに質問です。はい、今発明しているすごく大きいものとは何ですか。炊飯器。ないもんじゃないね、あるもんなんや、はい、でもちょっと変わってるっていうことね。はいはい、どう変わってる。すごくでかいんですよ。うん、大きいもんやからね、はい、あ、何号だけや思ってんの自分。まあこれぐらいか。いやいやいや、もっとですよ。どれぐらいやねん。今日あれそうらしいですね。24時間テレビが終わってこの番組っていうことでいう感じなんでね。あともうそれやったら大変やったな24時間。よー泣いてたな。泣いてへん、うん、あ、そうですか。あ、もうそういう時期ですか。そういう時期ですよ。どうですかね、巨人がね。はいはい、巨人が首位になったんですよ。そうなんですか。え野球あんまり興味ない。ないですね。あ、そうですか。どこが好きなの。そんなんもないの。昔は中日好きだったんですけどね。あ、はいはいはい、今中日かも。じゃあ中日好きっていうか、もう小学校の時に好きな球団の1個なかったらね、なんかね、うん、もう相手にしてもらえないんですよ。なんかそんな、まあみんなほら野球やってる。そうやろそうやろ。だからもう無理から中日好きいうことにしててんけど。そんなん言いながら君
中日の帽子かぶってた。そうそうそう、だからもうむっちゃらやん。ずーっと僕好きやっていうことにして、して、うん、でもうそうこうしてうちに尺谷が転校してきた。それはええやん。そのことも謝らんといかんなとは思って。なんで関係ないわね。もう、まあ、あのただあの松本っていう選手がいたんですよ。中日に、ま、松本ルキツラっていう投手がいたんですよ。これのあのすごい速いピッチの投げ方がすごい好きやったんですよ。それだけは印象にすごかったんですよ。だからキャッチャーから返球があるでしょ、投げて返球があったらパンって取ったらもうすぐ次投げるんだよ。ねえ、ほんまやねんって。すごかったんよ。キャッチボールでももっとゆっくりやねん。そうやろ。なんでやねんいう感じでしたから。バッターかなんね。いや、もうバッターかないませんでしたけど、それがね好きやったんですけど、もうどっか行ったんですよね、あの人ね。あ、そうですか。だっていないでしょ。いない。そんなんいや、過去おったかどうかも知らんし。いやいや、いたんですよ。な、俺はなんや、ほんな俺はなんやねん。俺は何、俺の脳はどうなっとんの。違う違う違う、ほんと、そうなんです。そうなの。もう野球はね、いいです。いや、まあ、とりあえず今巨人首位です。僕ね、思うんですけど、野球ね、まあまあ好きな人は好きでいいですけど、いつも野球もう押すん間違いないじゃないですか。間違いないね。まあ大概9時半まで。9時半ですね。9時半にもうなっとんねんから、うん、30分は早う始めたらええんちゃうんか。それでこっちは予約してんのに見たくもないわ。あれやめさせ。いやいや、それはケツ押した。ほんま腹立つねん。めったにせえへんよ。でもよく録画予約するねん。帰ってきたら見たくもないおっさんがなんか映ってたら困るんだよ。いや、それはしゃあないがな。そういう苦情よく聞きます。6時半からやったって2時間半ぐらいはあるわ。いや、それやったらもう、あ、なええわ、9時に終わるってもう決めたらええねん。いや、何回やろうが。いや、そう、そしたらまたルキツラ出てこれるんですよ。早いから。ルキツラなんて折れへん。点と点が4つある。折れへんじゃん。今のごめん、話聞いてなかった。ね、ほな早い投手はおらんのかいっていう話ですよ。いや、そんなんどうでもええねん。なんでどうでもええ。放送自体ですから、これ。そんな番組なんかすんごいことになる。あんま部屋30分押したぐらいで。いや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 。それで、あのね、深夜の番組なんかはね、うん、もう1分1秒でも早くしたいわけですよ。でもそこの枠しか取られへんとやっとんねん。なんで巻き舌やねん。なあ。その番組はその枠しかないからそこで放送しとんねん。なもんゴールデンでできんやったらやっとるっちゅうねん最初から。あ、わかったわかった。ちょっとほな待て、ちょっと聞くから。うん、そう思う人スイッチオン。いや、お待て。掲示板も何もないやねん。雰囲気雰囲気、動き見とんねんここの。みんな一応やるかどうか。いやいや、それはな、お前ない、それはおかしいよ、絶対に。続きは見たいじゃないですか。このまま野球放送延長しますって言われたら、そりゃそうやろって思うやんか。絶対思えへんわ。こんなとこで終わってどうすんねん。こんなとこっていうのはどんなとこ。もうそれは何、長島のチンポ見えかけのこと。それやったらもうちょっとやれよ、思うよ。長島バーでできて。なんで長島がチンポを出さなあかん。長島こうなってるときに。6時やから終了言うたら、そりゃ俺電話するよ。いやいや、どんなサインや。なあ、ツーアウト満塁ぐらいでどんなサインや。見たないもん、別にその先それ以外に。今ちょっと桑田佳祐のモノマネ凝ってるんですけど、やる。いや、だからさっきからやってたけど似てへん。なんで急に桑田佳祐なの、この今、今ここでこっち中途半端な時期やろ、うん、千正男とか。あ、今ズガーあー。それはコロッケのものなんだよ。出会いなんでしょうか。だってものまね全然寄せんやろ。寄せんな。なんで俺が、相方の俺がこんなにできてんの。同じようなもん食うてんのに、なんででけへんの。できへんな。なんで、お前何一つできへんやろ。できへん、できへん。今日ドラッグランドラウンド。いやいや、ミスチルだ。全然できへんじゃないですか。いや、もう一回やって。ドラッグランドラウンド。何を言うてんか分かる。ほんまできへんよな。
なあ、じゃあ18番は何やの。ユーミン。初めて聞いた。次にしよう。あとチャックとかね。チャック、チャック、チャック。そういうのもできますか。まあそれはええわ。サンサン。サンサン。倒れそうでや。それはええんか。なんかやってみ。教えてほんの。あはははははは、モノマネ教室、モノマネ教室、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お前今それ CD やったなんかやっぱ渋いやつの方がええんかな。あ、赤井秀和行きましょうか。赤井秀和ペペロンチーノ様がお見えになってる。当たり前ないかい。誰がおんねん。いや俺に言うてくれたんかな。ずっとお前に喋っとるわよ。第1回放送の時から。その前からやろ。ペペロンなんですか。ペペロンチーノ様がお見えになっております。お前 CM 見たことないんか、アホ。失礼します。いやちょっと待てよ。遅いわ。違うやん、入ってんのかな思ったよ。ペペロンチーノ様がちゃんと状況見とかんと、そういう一歩遅いことになるやろ。何やっとんねんお前。ペペロンチーノ様がお見えになった。はい、わかりました。コンコン。ペペロンチーノ様がお見えになっております。ペペロンチーノー。なんだ誰このように。いや先生、今の寒いですよ。ペペロンチーノー、あんた誰。これでいいんですか。いやもう勘弁しなさい。もうお金返してもらうんでよろしい。松本さんは占いの世界では一目置かれているそうです。はいはいはい。浜田さんの前夜は何ですか。占ってください。それはもちろん自分のコンビ相方になる人間の前世も知らんようでは。それ自分も自分で占ったことあるの。俺のもちろんその前は何や。もちろんあります。あ、ほな教えてください。自分と俺と。聞けへん方がいいと思うけどな。かなりヤバいからね。別にヤバないよ。ヤバかってもええやん。でも嫌やで、へこむで。へこめへん。かなりそりゃへこむやろお前。いやかなりへこむ。いやへこむんちゃうかな。ええわ、教えて。だから俺は知ってたよ、お前がそうやっていうことを。何何。だから喋ってる時もあいつそうなんや。ちょ待て待て、それはあかんだよお前。それいつ分かってたんや。いやもう結構前に分かってた。結構前だから。ガキのスタッフはみんな知ってますよ。だからお前がおれへんとこではやっぱりね雰囲気あるよね。教えといて。何ですか。もうへこんでもええから教えといて。はいはいはい。あのね、これみんなびっくりせんといてね。そして、浜ちゃんファンも浜田のこと嫌いにならないで。うん、あのね、はい、真っ赤なウインナーやったんです。かなりへこむな。かなりへこんだ今。真っ赤なウインナーか。今日日ね。今日日真っ赤なウインナーって食べんぞ。俺でも昔お前にお前の前世ファミリアやったって言われたことある。あ、だそれは前でしょ。ファミリアの前は冷蔵庫のあの卵を入れるとこやったからね。あれへこんだ。あ、これ言うとあかんかったかな。それは全体。しかそれが何個目か やってた。ああ、それは全体。全体。全体。ただウインナーは連なってる3つ目ですよ。3つ目か。中途半端のとこなんですよ。中途半端や。下に4つあるから。せや。
これはきつかったですね。ごめんな、ほんまに。お前はなんやねん、ほんな。何がですか。お前はなんやねん。俺がウインナーやったとしたら。僕らも前は、まあ、言いますけど、リーゼントだった。かっこ悪い。どこどこやんだよ、お前。なんでやねん、人様の頭の上でこうやってた。リーゼント。松本さんに質問です、はい、カラオケで自分が歌っているのに他の人が曲探しをしていて聴いてくれてない時どうしたら自分の歌を聴いてくれるようになる。これはありますね。カラオケを楽しそうにやってる現場をね外から一歩引いてみたらね結局歌ってるやつだけなんですよ。歌ってないやつはもう見てるからね。歌ってるから見てるから、ね、そうそうそう、あれほど悲しいもんはない。それはそうです。でもなんでかというとね結局ね説得力の問題なんですよ、例えば何を歌いましょう。あなた、私祈ってます。私祈ってます。なんちゅう歌歌うねんお前は。こも言うまあまあいいですわ。どんなんでしたっけ。体に十分。やっぱ恥ずかしいな。そやろ、素やから、ね、体に十分注意をするのよ。いやマジで。あ、そこ念を押すんですか。念を押すんですか。マジで。でももう曲は続いてますけど大丈夫。いいんです、遅れてもいいから言うんですよ。体に十分注意をするのよ。いやマジで。酒もちょっぴり控えめにして。いやほんまにほんまに、いやほんまにほんまに、いやもうほんまにほんまに。というかこの選曲良かったやん。、うん、まあこの曲やったから良かったやん。どうしたん。爪がもう剥がれかけてるんですね。マジで。はい。うわほんまや、なんで。めちゃ痛いんですよ。昨日チームファイトでなったんですよ。マジで。はい。もっと ここがないやつ剥がんと引っかかる。そうやめろや。そうもうこの辺に来ただけでもうすごい恐怖心がある。いや違う違う違う、だからほんならこっちでやるわ。何。ここがあるようなやつ吐いたらあかんで、ここ引っかかる。いやそれはこっちはこっちで痛いね、巻き爪で。ダブルで来てんねん、ダブルで。腰もねちょっと痛いね。いやそれは知らんわ。いやもうダメなんですよそれ。ほんま気ぃつけなあかんって。いや気ぃつけてもあかんやろ、これはもう死んでんねんから。違うやんけ、ベロッと行くでっちゅうとんねん。上にこうなってたらあかんっちゅうとんねん。分からんやっちゃうのこのだけ。わしは心配して歌ってんねやろ。俺あの龍馬やってる時もその爪がそうなってて、ブーツここ切ってたんやもん。ここがないブーツで、ここなんかあの黒いマジック塗って。お前それ天才バカボンや。上にこうカバーがあったらあかんねんって。絶対当たってえらいことになるから。まあまあ聞いてんのか。腰痛い言うてんの。まあまあお前のな、もうそんな苦労話はどうでもいいんですよ。苦労話しちゃえないか。それで頑張ってたって言いたいんか知らんけども。だから上にあったらやかましわ。もうそんなスポコンの時代やないねん。もうええわ、もう剥がれろ。剥がせ。ああ剥がれるね。これからもガンガン剥がれていきますね。ああベロベロなれ。ああなるなる。引っかかれそうね。お前も死ねえや。なんでやん。お前が死ねえ。いやいやほんまにね、そう大変なんですけどね。しょうがないですよ。腰は痛いの何。分からんね。使いすぎとかそういうこと。いや俺腰使えへんよあんまり。あなんやもうお前なんやマグロか。そうですそうです。僕はお前マグロな。僕はマグロです。マジで。相手もマグロですけどね。マグロ同士ですから。ただ単にこうやって寝とるだけやろ。俺の彼女は超マグロですから。今のわざわざなんで腹立つねん。
何が腹立つねん。いやまあまあええわもう、うん、でもちょっと腹立つの分かるわ。なんかもうね、もともと用意してたみたいな。また雨不足言うてますけど、雨不足やな。まあ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 、あんなんでも絶対嘘やと思えへん。水がめがもうないとかな。水がめ絶対嘘やねん。もう分かったんねん。ええがな、別にこっちは不足してないし。まあそんなん言ったら電話かかってくんねん、なんちゅうこと言うねん言うてね。でこう切ったらええねんから。昼ぐらいやったら喋んなや。もう喋りたいやんけん。お前が死んだら、ね、お前が死ぬよ。お前こそ内臓お前殺したるからな。左手ネットかかった、ね、お前ほんまトランク詰めてどっか連れてったるから。野村さん、ウルトラ兄弟の末っ子の松本さんに質問です。はいはい。ウルトラの父が毎日息子たちに対して口を酸っぱく言っていた言葉とは何ですか？ああ、それはありますね。ウルトラの父っていうことは、あんたウルトラ兄弟の末っ子やったら自分の親父ってこと？親父です。親父にはよく言われました。親父は厳しい人やったからね。自分何やったん？ウルトラマン。は？もうアホみたいな顔して言われてもウルトラマンちゅうなんやろ。ウルトラマンは、あ、ウルトラマンカレー。しゃあないやん、そういう風につけられてる。まあしゃあないけど、はい、自分テレビでやってなかったな。ウルトラマンカレーか、うん、なんで自分だけせえへんかった。分かりにくいもん、ウルトラマンカレー言ったって。もう俺はええわって言われた。いや、もちろん局の人は来たよ。いっつもあの手この手で、まあええわ、末っ子で。僕は筆箱で変身するんですけどね。あ、そうなん。はい、アホみたいな顔すんなって。筆箱でだって変身。いや、筆箱開けたら変身。うわっって言うたら、うわっ言うたら変身する。うわっ芯折れてるって言うたらもう変身。ややこしいでしょ、わけ分かれへんから。テレビ的やないねって、名前忘れたけどね、当時のその D に言われたんですよ。テレビじゃないよね、カレー君はとか言って。悲しいわよ、思ってね。もう出るか、それネタ見せみたいやんけ。まあええわ、ほんならその親さんにずっと言われてた。とりあえず言われたんは、何をしても、うん、お前それどこがウルトラやねんって言われます。はあはあ、何をしてもお前それどこがウルトラやねんって。例えばどこに。いや俺はまたその飛ぶ時は、ええ、ねこうやでとか、はいはいはい、そういうことかなと思ってたんですけど、はい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 、違うんや。はいはいはい、例えばそうですね、長電話ですよ、うん、長電話こうしてるわけですよ。ほんなら、おい家でな、おい、うん、ただちゃうぞってまず言われるわけですよ。せこい親父やな。ただちゃうぞ、自分で払うんかお前。ちょっと待て、どっかのおっさんやん。どっちウルトラの親やもん。おいおい、自分で払うんかい。どこがウルトラやねん。それおかしいわ。カッツブルーなるんですよ、それ言われたら。ええ、あ、結構嫌われてたんやな。いや、まあ嫌われてたんかもしれんな。よく靴隠されてたもん。そんな親父のすることちゃうやんけ。おい、俺も必死で探すねん。あれまたないわ、ウルトラで探せよって言われて。あ、意味分かれへん。さ、その意味は分かるわ、なんか。あ、もうあんたもやめとき、もう。あ、それ誰？カレーばっかりっていう。それ誰？ウルトラの母が言うんだ。あ、おかんが。あ、私はカレーも可愛いっていう。そらせ、うん、おかんは言います。私はもうカレーには面倒見てもらう気ないとか。はっきり言うからね。実は毎年24時間テレビの放送中、一人で走り続けている松本さんに質問です。オンタイムでね、実際ね。24時間テレビで赤井さんがゴールした時、彼は何と言えば日本を爆笑の渦に巻き込めたんですか？
お笑いというのはやっぱり緊張と緩和ですから、はい、あんだけガーッと緊張感持ち上げてますから、うんうんうん、あとちょっとこうくすぐってやればもうどか苦しそうでしたからね。そりゃそうです、そりゃそうです。なんぼでもありますか。そりゃなんぼでもありますよ。教えてください。 NG ワードをまずそれじゃあ言いましょう。普通こんなこと言わないですよ。うん、だから言わんで、ま、言わんで、言わんでから言う。いや言わんでって。ねえ、うん、普通はね、うん、いやだから言わんでって。いやいやいや、僕がやっぱり普通と違うのは、うん、あえて面白くないのを先言うて。いやだから言わんでええんねん。いやいや言いますよ。それは僕は言いますよ。オチの前のフリやろ。まずこれは絶対ダメですよっていうのを言わないと正解が見えてこないんですよ。わかります？わかったのな。はい、はい、NG ワード、 NG ワードいきましょう、はいはい、NG ワード、まあ赤井さんが今帰ってきましたってこう来た時に、うん、ペペロンチーノーっていうのはもう NG ワード。これは絶対やったらダメです。うん、でもこれでもええんかも分かんない。いや俺今なやる前に言おうと思って。受けたからって帰るなよ。あの振りがあったから。はいはいはい、はい、正解、赤井さんの正解。ペペロンチーノっていうのはダメなんでしょ。これはもう絶対ダメ。はい、うん、正解も、うん、はい、じゃあ行こう。はい、ゴール。ふんふん、はい。え、ああいうのはこう走ってきてこう上がってくるんじゃないんですか。いやもうほんならそうしたいんやったら C や。下から行って、はい、もう俺ここで黄色い T シャツ着てるから。ここは武道館やな。はい、お前は誰やの。徳光さん。はい、わかりました。それじゃあ OK。 じゃあ赤井さん。ガキ始まって以来ですよ。トークの間客席におるの。はい、5秒前。はい、4、3、2、1。あ、今赤井さんがこの武道館に到着しました。さあ100キロの道のりを見事完走した赤井英和です。T シャツ黄色いっすね。これは、はい、これは、はい、NG。 NG かいな。これはダメ。そりゃそうやろな。びっくりした。俺もびっくりしたさ。だってマジやと思ってんねんもん。ああそうか。そんなわけあれ。ごめんごめん。いや俺はてっきりマジや思ったから。そんなわけ。毎年 T シャツ黄色いのは分かっとるっちゅう。いやー本当にね、はい、往生したよ。それ誰今の。今誰になってんの。いや俺やん。俺の生声やから。あ、すいません。あんなもんです完成品や思われたら。あ、いやいや、これは申し訳ない、はいはい、もうみんな謝ってすいません、うん、ほんま。もっとちゃんと謝ってすいませんでした。すいませんでした。はい、もうええねや。戻れ。ああ松本さん、ちょっと足取り重いですけど大丈夫ですか。いや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 、もう全然大丈夫ですよ。はい、さあいいですか。え、赤井さんいいですか。あの、ね、ちょっと待ってちょっと待って。はい、なんかおかしなやつがいるんでね。俺はでけへんな。ちょ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 、どれがずーっと後ろからケツ蹴ってくるやつ。どっちかよ。あかんな、まずいな。何がまずいね。これはまずいぞ。いやだから何がまずいね。もっとええ状況でできへん。いやいやいや、大丈夫、誰も。もちろんもネタは決まっとるんやけど。あ、ほんまに。ちょっと、蹴らんといて。頼むで。もう言いたくて爆発しそうな。あ、ほんま。ちょっと待って。もう動画前に火はついとる。わかったから、ちょっと、ちょっとほんま頼むで。もうね。蹴らんといてや。もう彼女は水着に着替えとるのや。あ、お願いします。もう大丈夫ですか。大丈夫ですか、はいはいはい。もう誰も蹴りませんから、大丈夫です。はい、はい、お願いします。あ、どうした。あ、まあ大丈夫大丈夫。お腹痛いの。いや、お腹は痛いよ。
お腹は痛いけども。中学生みたいなこと言うな。ああ、足引っ掛けた。誰がいな。足、転校生みたいな扱いを受けた。ええ転校生みたいな扱いを受けた今。ジェントルマン。バッチリでしたね。何が？冷やし中華はどこまで冷やし中華か。そう。いや検証ね。よかったですね。まあ、どこまでも何も一個も通じてなかったんやけど、まあ、ほんま強引やなお前ってな。いや強引やないや、無理やり俺のキャラクターをそういうあかん方にあかん方に。だからあかんかったっちゅうてるやん。違うね、あのね今日ちょっと実はね、あの惜しかったんですけど、うん、ゲストのね、うん、仕込んでたんですよ、はい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 、あの具志堅さんをこれはねちょっとダメになったんですよ。そうスケジュールが合えへんとか、うん、合えへんわけあれへんのですけどね。忙しいから。いえ寝てるかアフロ当ててるかどうか。忙しいな。アフロはそんなしょっちゅうしょっちゅう当てるもんやないから。じゃあじゃあ具志堅さんにもう時間に行ってもうて、あの冷やしちょっちゅねって言うてほしい。冒険家で有名な松本さんに質問です。はいはい。まだ誰も登ったことのない山に行くときに絶対に持って行かなくてはいけないものは何ですか。どういうものですか。何がですか。なんか普通なんかこうガッとやるやつとかこうほら全然分かれへんロープ。素人はもうこれやから嫌ですよ。なんかガッとやるやつ。何のことを言うてんの。いやなんかこう引っ掛けるようなやつあるじゃないですか。何ガッと言わんとこ。ピッケルかいな。ピッケル言うの。ピッケル言うのってお前が頭に描いてるものが俺に伝わってきてへんから分かれへん。ツルハシみたいなやつなんちゅうねんほんだら。はい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 、あれなんわかったわかった、はい、あれね、なんて言うねん。ジョッパーでしょ。ジョッパー。ジョッパーの赤でしょ。いやいやいや色は知らない。えそんなん何種類もあんの。あ青と赤があるんです。それも出て。赤は柔らかいんです。え赤は柔らかい。何が柔らかいの。こうガッとやるところが。お前もガッと言ってるやん。まあ、ええわ、ジョッパー言うか。ジョッパー。普通はなんかそのここへロープつけてジョッパー持って。ロープなんて言えへんよ。なんてスタッカーでしょ。スタッカーをつけるんですよ、まあ、ほんだら普通はスタッカーつけてジョッパー持ってスタッカーをエンテランスにつけるんですよ、スタッカーをエンテランスにつけてジョッパー持って赤ジョッパー持って赤ジョッパー。え何やった。エンテランス。その最後ロープなんていうの。ジョッパー。え？ジョッパー。スタンなんとか。スタッカー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 を、はい、エンテナンスにつけて赤ジョッパー。赤ジョッパー持ってこっちに青ジョッパー。青ジョッパー。二つも持つんかい。硬いのとカードとソフト。あカードとソフト。二つもいるかよ。まあええわ。はいはいはい、はい。持って。持って。ね赤赤青。赤青、まあ、だんだん体がどんどんこっちに。ほら赤行き過ぎやん。赤行き過ぎやん。なんでここ日本行くのにこっち行こうやん。これは赤赤青青やろ。赤赤青。いや次に青青赤の時代が来るから。いや普通はそれ持っていくわけでしょ。どう持っていく。で初めて行く時にはそれ以外に何かいるんですかということです。あもちろんそれはいっぱいいりますよ。あ何どういうもんか。あこれね雪山のことを言うてるのかな。それか何言ってるのかな。それは分からへん。あほな雪山でいいですわ。あ雪山、うんうん、雪山の時はカール。おやつやん。まあ何着てもええやないか。上登ったんやから。カールはねナップサックに入れた時にねなんかいっぱいのような気がする。まあその人の気持ちの問題やから。うちの兄貴に教えてもらう。高広も高いろ。なんかおやついっぱい持ってるような気するやろ。まや言うてもらう。最後もう一回教えて。何持っていくんですか。何持っていくんですか。エンテランス。いやそれはつけるんでしょ。あエンテランスをジョッパーにまず接続しないといけない。どうなんだろう。ロープのことなんて言いましたっけ。エンテランス。いやそれはつけるって言ったんですよ。ロープのことをなんて言ってますか。スタッカー。誰や。誰や。
誰あの子。山岳部の友達。それやったら山岳、うん、エンテランスにスタッカーをつけて、あとジョッパー。エンテランスにスタッカーつけて、うん、ジョッパー。肩にはブリッコを乗せて。何？肩には絶対ブリッコ。何ですかブリッコって。バットみたいなもん。あー、うん、まあそれに近いかな。うん、スポンジみたいなって。うん、まあそれに近いかな。うん、まあプラスチックやけど。どないやん。スポンジ言うてそれに近いって。ブリッコね、やっぱり3段ぐらい欲しいんだよ。高い山の時はね。え？高い山の時は。あ、他何もつけんでいいんですか。いや、それはいっぱいありますけど。言い出したらキリないじゃないですか。ほな俺が明日から山登りしたいねんって来るわね。はい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 、はい、ほな一緒に店行って買うてや俺の分一式。いやまあ俺はじゃあ一緒に行かれへんから、まあ推し書いてあるからまあ言うたらええやんか。ああええよ、うん、舐められるからね。あのね、いや登山家っていうのはね、素人をねすごく小バカにするんですよ。登山家だけにねすごく人を下に見よるんですよ。ああなるほど。ほんで何こうされるの。何こう店行きますか。何行こうたんや。まずね、はい、あの舐められたらあかんから。あ、すいません。そうね、な何買いましょう。まずほんじゃ立山に行きたいんやけどってまず。この時期立山を目指すっていうのはかなりのプロしか目指せない。ほんま、ほんな店のやつにしたら、あこいつ、あこれやってるなっていうので、立山行きたいんですけど、この時期やっぱり立山よねっていう。おかしかった、おかしかった、立山にゃって。そしたらもう店員はね、まずね、店長店長。なんで店長なんで店長なんで。いや嫌やん、そんな言われたら。いやこれも店長しかもう私にはもう手に負われへん。そんなプロ。あ、そういうことかいな。そうそう、あ、ほんなら俺は堂々としといたらいいね。うん、堂々としといたらいいね。立山行きたいんやけど。立山行きたいんやけど。この時期やっぱり立山やね。また言うんだ。いや、それは店長さっきの話聞いてへん。2回目言うわな。この時期立山やね。ほんなら、ほんでどうしたらいいの。駅前から登るんやけど。どっから登っても構えへん。駅前は通なの。駅前から登る。駅前から登る。はあ、駅前から登りますかって、もう向こうはもう恐縮してますからね。なるほど、ええ、はい、うん、まずそうやな、今日はいっぱい揃えたいと、お宅でとこで揃えたいと思ってんねんけど。かっこいいな、うん、ブロークンサンダーを2つ。これ何、2ケース。これ何ブロークンサンダー知りたいって。何それ、何するやつ。2ケース。それは2つもいるもんなの。もうそこにブロークンサンダー。ブロークンサンダー、はいはい、まあ持ってきてくるから、まあ箱パッと開けて。あ、こんなもんない。うん、でここちょっと光にこう、光に当てる。これ割れやすいってまた聞いてみて。割れやすい、はい、うん、これ割れやすい。で、あ、割れやすいですって言われたら、うん、あ、それじゃあ3ケース結構使うんや。結構使いま、なるほど。至る所にこれ使いますから。マジでこれ絶対なかったわかんないよ。ブロークンサンダー。ブロークンサンダー。サンダー、うん、サンダー、はい、松屋のやつがいいね。メーカー決まってんね。松屋のやつが、松屋のブロークンサンダー。まだいけ。お、これ2つ3つ持って。3つ持って、はいはいはい。で、まあ、これブロークンサンダー、これ高いから。何本するんですか1個。これ5、6万するんじゃない。そんなん3つもあんた。山登るの大変やの。大変ですよ、だって登る時に5メートル間隔に置いていかない。何なんだよそれ。何が。ブロークンサンダー買うたら次何買うたら。ああ次はね、2に見せなあ。2に見せなあかんから。おいおいおい、あれはないのか。あれはないのか。お団子はないのか。お団子。いや、ほんま名前は違うよ。あ、ツーでは。そうやろ。はいはい、お団子。もうそろそろ。お団子ってどんな。お団子はない、ほんまはこれは、キャサリンって言うんですよ。
これはキャサリン。ほんまキャサリン。でもキャサリン言うたら素人臭いから。いちいち言わないんですよ。それ言うのはあれ、はい。お団子ないのか。お団子ないんか。ありますって言ったら、うん、あのそれ1個。お団子は1個。うんはい、今はこう1個稼い。取って。四角いなってまず。お団子言ってんのに四角い。これいけてる？似合うってこうやって。見た目どうでもええやん。そんだけあればいいんですか。うん、じゃあね、フランチャーは。フランチャーはほんなら。フランチャーってなんでんの？翼翼。フランチャーを。やばいな。うん、翼つけるの？ねフランチャーを。来週返しに来るからって。借りんのかよ。まあ今言うたようなことで、あのなんかこう、靴のここについてるなんかあのこうガッガッっていうのはいらんですか。ああ、あ、山桁。何それ。じゃあ専門家はもうそう言うんですよ。山桁つけて、はいはい、それからジョッパーをあれして。ジョッパーはだからこうやる。ジョッパー持って、はい、ここの何でしたっけ、ブリッコ。ブリッコ三段。三段ね、はい、ブリッコ三段。このあの三箱交代やつ何でしたっけ。何が三箱交代割れやすいやつは何でしたっけ。ブローグアロー。ブローグアロー。ブローグアロー。ほんでお団子はこうやって持って、お団子はこうやって持って、あ、合うかどうか、あ、合うかどうかっていう。何が合うか分かんない。ジョッパー型のメットをかぶって。ジョッパー型のジョッパーとかぶって、はい、山はいいな。これをもう15秒置きぐらいに。やりながらもう山はいいな。2回だんだんこうなりましたね。あ、それ気ぃつけたらね、一瞬回ってるところ。店行っとこ、行っといてよ。買いにね。買いに、買いに、はいはい、来週取るかそれ行くの。いいですよ。連れてってよ。山の森グッズ買いに行こうや。自分で言い出したんやから行こうや。じゃあだお前が行かなんて、俺はもう行けへんけど。なんで行けへんねん。じゃあお前一人で行った方がええでしょ。だからバー入っていって立山登るんやけど。この時期やっぱ立山やんにゃーって。Ladies and gentlemen、何一人死んだんですかね。お前こんな衛生品なんでおらんよな。え、正面どこ行ったんですか。花瓶かなんか置いといてあげて。なんでここで死ぬねん。最悪や、今花瓶かなんか置いといてあげて言ったら奥真似したでこの女。おもんないねん。ごめん、謝ってくれるかな。すいません言うてるから。あ、いろいろありますわ。先週見ました。俺今日行ってきて登山。まあ結果見てくれ。あの、ね、久しぶりに恥かかされた。あのね、イントネーションがおかしいわ。汚い。お前その前の振りのシミュレーションでそんなこと言えへんかったやないか。やっぱあかんわな。それ何だか分かるんですよ。見よう。すいません、お団子くれるかな。は、お団子だったら表の和菓子屋行ってもらう。まああれもかなりの親父ギャグやったけどね。まだ何でも聞いて。なんか新しいこと始めたかったら。本当にね、知らんことってまず誰かに何か聞かれた時に知らんって言うたことないですよ。いやほんまにほんまに、えらいふりやな。いやいやいや、ほんまにほんまに。だってジャンボジェットも必ず動かせるのね。はあ。間
間なく動かされる。何が言いたいねん。こんな話してますか。パイロットっていうのは3人いるでしょ、はい、3人はねフライト前の食事は絶対同じものを食べないんですよ。あ、そうなんや。これなんでやと思う。ああ、それはあれですよ、同じもん食べて全員が当たったりとかしたら誰が操縦すんねん。そんな簡単に分かるなよ。私も立つじゃあれへんや。それぐらいはみんな知ってるわいな。もっと知らんこと教えて。悩みやがれよこの。あ、だからもっとみんな知らんことを教えてくれんやったら。あはそ、食べるあれは大体分かりますよみんな。それあ、はい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 。いやもう本当に豆知識いろいろありますよ。いやだからほな操縦するんやったら仕方教えろや。ああいいですよ。あ、ほなフライトの、なんていうの、コックピットっていうんですか。コックピット、まあ僕らはコックって言いますけど。縮めただけやけ、うん、まあよ、うん、コックコック、うん、まずコックにどうやって入るかっていうことですよね。こうやって入ったらええやないの。違う、お前飛行機乗った時に機長が入ってけえへんやろ一緒に。さっき入っとるからやろ。違う、あ、まだ別の入るとこがあるんですよ。そんなことあれ、さっき入っとんねやないか。いや、それは別に入るとこがある。一番奥に扉あるかな。いやだって一般の客と同じとこから入れないじゃない。だから一般の客来る前にもうさっき入っとるかな。入らないです。その時はまだコックは行ってる。機長は食事してる。コックは作るんや。機長大丈夫、機長は食事してる。うん、でまあ、みんな入り終わったところに、機長、皆さんも揃いましたっていうこと。なんでそんなお前師匠みたいな。ほんまやって。全員入ってから早いって言うのかい。で、あ、そう、いや、何しとんの。お、入れるな。何してんねん、希望か、お前。そんなとこ線入れてもらえるの。すぐ行くよってに。お前やし。うん、いいんですよ。大体そうなんですよ。ほんな後から来たってみんな先入っとんのやったら同じとこ入ったらあかん。いやいや、横に勝手口っていうか、まあ、いわゆる家で言うとね、勝手口みたいなとこがあるわけですよ。でそこにまあこう、うん、こうギーッとこう来るわけですよ。西武の酒場やねん。これはないやろ。まあバーッと最初どれやるの。最初まずボイスレコーダーの録音から始めないとこれいけない。録音すんねや。そこでそうですよ。とりあえずボイスレコーダーを作動しないと喋ったらダメなの、はいはいはい、だからまあこうガチャッと。ちょっと昔のラジカセやねん。2つ押さなあかんねん。今日に飛行機やねん。ガチャンはないわ。ちょっと黙っとけよ。互い違いになったら押されへんなってまう。プレイだけになってまう。同時に押さ昨日のが流れたりします。まあまあ、それスイッチ入れましたね。スイッチ入れました、ね。それがどうするんですか。まあその機内アナウンス。ちょっと待って、こんなの。そうですよ。そうですよ。上からこう上に引っかかってんの。機種によって違う。ああ、そうそう。どう、何の機種。これはセブン27。あんた古いな。ボーイング727って俺ら小学校の時やで。いや今でもそれは飛んでますよ。こうね、いや、はい、今気候はどうこう、天候は晴れとかこう、まあ、あるわけですね。で、こう、ガチャッと戻して、はいはい、で、まあ、こう、入りますよね。うん、うん、うん、終わります。どうやってエンジンかけるんですか。エンジンをどうやってかける、うん、何が。いや、来た時にはもう、どんちょう上がってるからね。いや、そっちゅうか。それは機長の仕事やろ。車で言うたらキー差し込んで回さなあかんのって。まあね、やっぱ車ほど簡単ではないですよ、ね、そうでしょ、はいはい、だからドーンいうのはさ、最初どれをいじったら。ね、まずこっちにレバーがあるんですよ。レバーが、うん、でこれをワイヤーみたいについたレバーなんですけど、うんうん、これをグッ、その引っ張るのか。こっちにもあるんで、それグーッと引っ張って、でガチャッ。何してんの。何してんのよ。そうすることによって羽がええ感じになる。羽をええ感じにするのは手作業なの。ちょっと垂れてるんでね、サイトは。そういっぱいすることによってこうなる。ガシンってなる。そんな乗りじゃないわ。もう難しいですよ。羽はどうでもいいや、エンジンやで、うん、でまあガチャガチャガチャって、まあ細かいこと言うてもあれなんですか。飛ぶときなんかこんなんついてるやん、なんかこうやりながら行くんでしょ。はい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 、はい、
あ、そうそうそう、ありますね、こういうの。いや、いっぱいボタンあるんでね、これ全部うまいこと下ろしていかんとダメ。ミキサーやねん。ミキサーやねんか、それ。下ろしていかんとダメ。これはもうぼちぼち、こうさっきのボイスレコーダー、B 面にしとかんとダメ。それはつくまでええやないか。だって60分やもん。今、跳ねこないって。動き出しただけやろ、もう B 面にすんのかよ。取れてへんかったらシャレにならんやん。ええけど全部消したないやん、前取ったやつを。最後の歌ちょっと残しときたい。もちろん、まあ、それはよう分かる、ええ、国民栄誉賞を受賞された松本さんにお願いがあります。はい。受賞するきっかけとなった見る人すべてを感動で涙させる感動の舞を踊ってください。あんた感動の舞で国民栄誉賞を持ったんですか。うん、僕はあの毎年あの首相の首相官邸に呼ばれてますから。毎年行ってんの。懇親会。感動の舞踊りに行くの。踊りに行きます。泣いてしまうんですか、あなたの舞見ると。そうですね、僕はやっぱり笑いだけを提供する人間やないんやね。なかったんやね、うん、まあそんなんええから踊ってやん。ふすまがさーっと開きますか、うん、心こ、まあ皆さんここなんやねん。心。皆さんご歓談はその辺にいたしまして、ああ今年もこの季節がやってまいりましたっていうと、ベタな司会やなそれ。小松さんの司会があるんです。小松さんって誰やな。小松政夫さんの司会がある。そんなお前またこの季節がやってまいりましたって。なもう毎年のことですからよーってもう言ってますよ、ね、はいはい、来てる人はね、何何一人や二人しないんですか。そらいます。いや、これからこれがすごいんだよ、泣けるんだよねっていう話。僕こっちでもうスタンバってますから。どんな格好してるん。どんな格好してる。あのね、後頭部にひょっとこの面をつけてる。あ、なるほど。え、それで泣けんの。生き物ですからね。そらそうですよね、はい、でこうこうやってます。顔、こっち顔は隠してます。顔は隠してますから、ね、うん、はい、ね、シャーッ開きましたね、はい、テケトンドン。顔が気持ち悪い。泣かれへん、そんなの。お前早いねん。あ、ごめん。お前な、お前今までもおもろかった映画なんや。どういうこと。おもろかった映画言うてみ、一本でも言うてみ。いや、なんだ急にそんなこと。ええから、おもろかった映画言うてみ。急に言われても何で。何でおもろかった映画言うてみ。映画言うてみに言うてみ。仁義なき戦い。仁義なき戦い、2、3本見ておもろかったか。すいません。すいません。ほんますいません。小松さんやってください。さあ皆さん、ご歓談はこれぐらいにいたしまして、またまたこの季節がやってまいりました。よっ、あ、だまだま。何何。いや、今から投げるんだよ。すごい。張り切ってどうぞ。さんに質問です。先日タクシーに乗ろうと思い手を挙げて合図を送ったのですが、気がつかずに通り過ぎてしまいました。タクシーのおっちゃんに気がついてもらうにはどうやって合図を送ればよいですか。そういうことってありますか。気がついてない
気がついてないことないですよ。ないですよね。乗車拒否ですとそれ。そうですよね、うん、これはね間違いなくこうやって来るのにこうやってるわけでしょ。そうなんですよ。これはもう嫌ですね。あ、東京って U ターンする道やったら乗してくれへんよね。あ、そう。うん、あの逆方向やったら向こうが拾ってくれよ。あ、そう、うん、大阪やったらちゃんと行ってくれますわ。あ、そうですか。 U ターンもちゃんと、うんうん、まあね、東京はそういうとこがね、はい、ありますわ。あります。さあ、JR 東日本の何のラジオか。何がたまにはこんなんもええやろ。いや俺はめちゃめちゃおもろかったやろ。曲いきそうやったもん。まあ俺はおもろかった。JR 東日本の株を8割所有していると言われている松本さんに質問です。8割も持ってたらお前。この前新幹線にギリギリで間に合うか間に合わないかの瞬間、目の前でドアが閉まり発車してしまいました、うん、あの瞬間新幹線のための方法というのはあるのですか。もちろんありますね。あるんですか。もちろんあります。どういう状態で。いやもう走ってまんねや。走ってるんです、ね、うん、もうプルル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 ル言うてるわけですよ、うんうん、おほでほで、もう間に合うか間に合えんか分からん状態で、そのこの人は目の前でガッと閉まった、うん、あ、ガッと閉まったわけや。もう行ってしまったんですよ。これは鬱陶しいですよね、それを止める。自分も中に乗りたいと。あ、はいはいはい、はい、もうその時にもう新幹線はもうふわーっと動き出した。行ってる行ってる。こう動き出しても僕の方法を取れば止まりますから。止まるんですか。はい、教えたってくださいよ。あのね、まずちょっと新幹線心をくすぐるんですよ。新幹線というのはプライドが高いですね、うん、自分が何でも一番や思ってますから、うん、そこをちょっとくすぐってやるんです。なるほど。ふわーって行き出した時にそんなに早いかなって言う。そしたら、え、俺新幹線ですよ。え？って思うわけですよ。プライド高いやつが驚くかそこで、えー、って見ますからね、あの丸いところが。この新幹線の丸い部分、この丸い部分がキュッて向いた時にはね、ドアがピッて開くんです。ええ、まあ一回それで止めてみい。そんなに早いかな。うん、そういうとか。お母さんが心配してたよ。今朝お父さんから電話があったよ。うん、ああ、それでピタッと止まる。今朝彼の奥さんが亡くなったよ。ガシャーンって音しますから、ね、何持ってたの。キャーでも持ってきてたの。前の丸い動画カラーン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 。めちゃめちゃ人気あるやん。笑ってもうた。いやもうね、いろんなことありますね。 ありますなあ。いろんなことありますか。あれへん、うん、あ、ないですか。この間手紙入ってて、うん、パッ、まあ、あのごちょ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 書いてるんですよ、うん、簡単にまあ言えば、うん、300万貸してくれって言ってるんですよ。貸したりいいや。300万貸してください。なんでいるとか書いてないの。カードを作って、はい、カードを作ったんですって、うん、カードを作ったら、うん、自分の全部お金のような気がしてバンバン使ってしまったんです。いや普通やん。全然俺関係ないやん。なんか俺に関係ある思ったんや。はいはいはい、な、松本さんのファンでね、松本さんの関するものを全部買うたら、はいはい、すごい借金してしまったとかね、はいはいはい、違うんですよ。もう個人的なこと、個人的なことなんです。あ、何や、バッグが欲しい、靴が欲しい、やってるうちに300万借金。で、松本さんに貸してほしい。よっ。あんたよう金貸してくれ言われんな。金貸してくれって言われんねんな、うん、なんでやろね、ほんまに。いや、なんでやろねって持っとるからやないか。
いやほんまにねそんなんあるんですよね、うん、今ほら携帯をみんな持ってるでしょ、うん、ね、まあ俺も持ってますけどね、うん、あれ便利か、なんで腹立ってけへん、いやというか、あ、ごめんなさい、パパッとこう連絡取れるからいいじゃないですか。いやでも繋がる時と繋がれん時があって、それがねむちゃくちゃ腹立つんですよ。こうねかけるでしょ、ほんならプープープー、もうこれはプープーが続いたらもうあかんのですけどね、だいぶ分かってんねやったらもう一回かけ直して、かけ直してまたプープーってなるんですよね。なるなる。で3本ついてたのにプープーってなってパッて見たらもう消えてるんですよ。お前さっきまで元気やったんちゃうんか。そらそうや。何急に下手になっとんねん。そらそうや。それがね、ほんま腹立つんや。まあでもそれはみんなオッケーとしてますから。ほいでな、腹立つんがね、カバンとかに入れてるやろ、うん、携帯をね、うん、中で誰かが押してんのかなんか知らんけど、プッ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 ってなってるんですよ、はいはい、パッて見たら、ハチ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 とか何やねん。どういう状況でこうなっとんねん。まあまあ、それもあるよね。この間だけでもね、パッて見たら8828とかな、何やねん2っていう、ずっと8続いといて。たまにどこでこっちへ行ったんやみたいな。たまに通話もしてかかっとる時があんねん、その8828で誰もおれへんっちゅう。こっち腹立つわ、ほんま。あるけどね、さ、かかれへんのはもう。でもね、いやだからね、俺は思うのは、携帯電話まだそうやって売り出す段階ではなかったんですよね。それちょっとまだまだ何成功じゃない、まだ完成してない、完成してないね、まあまあ、車運転手喋ってても急に相手の声がロボットみたいな声になる時あるんですよ。怖い。違うよ、単純に。ほらお前の声もロボットみたいになってんねん。あれは怖い。細かいこと言うたろか、うん、パッて押したらここが光るでしょ、数字のとこが。そう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 、うん、光るから例えば車の中でもかけれるんですけど、うん、光る時間が短いんですよ。わかります。だからね、例えばポケベルやったとするでしょ、ほんならね何々押してシャープを2回押せとか言うてるでしょ、うん、やってる間に消えてまうんですよ。分かれへんんですよ。せめてね、うん、ポケベルを全部打ち込むまで待てと。何元気なくなっとんねん。すぐ元気なくなるでしょ、あいつ。あ、そう、消えるか。ええ、もうお眠入るんですよ、ちょっとこう。うわ。パッて、サデンでも入って、パッて見たら3本ついてる、あ、オッケーみたいな、ブー、ブー、ブーで、はい、パッて見たらもうまだ、枯葉見とんねん、なんかさ。見てる場所までわかんのか。おかんにリンゴ剥いてもうた。それ完璧に病人や。お前さっきまで元気やったんちゃうか。腹立つわ、お前。そんな、それはもうみんな思ってることですよ。いや、ほんまに気ぃつけてくださいね。何を気ぃつけるの。いや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 、その手編みをね。手編みを何。手編みやから洗うとき気ぃつけてくださいね。わかるやろ、うん、ネットに入れて洗えよ言って。でも言わすな。あ、すいません。そんな気ぃつこでモテるとは。そうそう、そう、ありがとうございました、はい、今日は元気すぎてね、うん、いやみんながよ、客が元気すぎて、うん、まあまあいいじゃないですか。いやいいっていうかね、こういう元気な客ってね、うん、後でオンエアでテレビ見たときね、笑い声がすごい嘘っぽいでしょ。ああ、そう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 、なんか足してんちゃうかなっていう ね、みたいな感じがする。ね、何が。ああ、まあね、ただ数字取んな。ああ、まあ取るね、これは取る ね、 もう俺はね、テレビがわからん。お、もう言おう。あ、言うたれ。お前だけが言うたれ。ね、分からんことはいっぱいあるけど、はい、何がおかしい。どこの国の話やねん。分からん、分からんね、うん、野球もよう分からん。なんでやねん、野球もええよ。あれやろ、お前なんだかんだ言いながら巨人を応援してるわけでしょ。応援してますね。巨人は優勝するんですか。巨人は優勝しますね。あ、そう、はい、もう断言すんのや。いや。
今ちょっとヤバいとこ入ったから優勝せえんかったら何かしてくれんねん。何がだから断言してないねん。あ、そうきついよ罰ゲーム。いやだから何も言うてないもん。四五日、四五日裸足やからね。いや恥ずかしいなそれ。きついよ。どこ行っても裸足。どこ行ってもずっとペタ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 。浜さんお願いします。おいペタペタペタ。悲しいことがあると両手の翼を大きく広げ泣きながら夜空を飛んでいるという松本さん。何がそんなに悲しいんですか。また先日危うく撃ち落とされかけたということでしたが、ね、体の方は大丈夫ですか。あのね空を、いやその前に翼出せ。手です手です手です。あだから手です手ですよ。あれへんが何手が翼になります。あなるほど、はい、悲しいことがある時しかあかんねや。はい今は飛ばれへんねん。まあ過去には4回ぐらいありましたかね。何がやっぱ死ですね。あ誰か死んだ。そうそうそう悲しいとかやっぱ死ですね。そういうことなんや。死は一番悲しいですからね。まあね、うん。最初は誰が死んだ時。あのペルが死んだ時です。あーあのバカ犬ね。そうかお前学者犬やちょっとやこきたね犬やってね。そっかめちゃ学者犬や完全な学者犬や言われてた。誰にやん。あのあっちの人にペル死んだ時に。あペル死んだ時にね。どんな感じで。どんな感じで飛び張るって。飛ぶ時の体勢みたいなあるんですか。ああありますね。それは別に2階まで行って2階の窓から飛ぶとか。ああそんな古い古い。あのね1階下がるんですよ飛ぶ時。チョロ Q みたいですね。ああそう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 チョロ Q の原理でなんですよ。はい、うん、1階下がってから前に行くんですよ、うん、ね、はい、分かります、うん、分かります。何してんの。何してんの。入るんですよ。え、な入る入る。何が入るの。わーっと空気が、はい、そこに亀裂があるんですよ空気の中に。はあ、そこへ入るってことかいな。そう、うん、ちょっと見せてください。何を。いやそう体勢を見せてくださいよ。体勢を、うん、はい、ええあらかすな。何やねんこの体勢を見せてください。はい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 よいしょ。ここが下がるよね。こっからですよね。こっからもうお前今のお前絵頭みたいな。やめてや。全然違うがな。形は今絵頭や。じゃあ俺どっかで意識してるの。悲しみのどん底を味わえばね飛べますよ。どん底どん底どん底ね。どん底ばっかりやん。いやどん底やから上がりたいっていう、はいはいはい、それも言うてくれんと。はいはいはい。あそうですか。危うく撃ち落とされそうになったっちゅうのは。あ、これは嘘。嘘かよ。そんなもん全部嘘やないか。バンジージャンプをやれと言われるよりきつくて辛いことは何ですか。結局ね、怖いものっていうのはもう限度があるんですよ。なるほど。だから怖さっていうのももう足していくしかないんですよ。うん、虎にヤクザが乗ってるとかね。めちゃめちゃ根性あるわ。怖いですよそれはね。おいどこ見た歩いとんねん。こいつはじっとしてんの。わーね、これはやっぱ一番怖いですもん。あとそれぐらいしかないんですよ。トラヤクザカッターナイフぐらいしかないわ。カッター。まあでしょ、うん、だからやっぱりヤクザがトラに乗ってトラがカッター持ってた怖い。それはトラが持ってんの。トラがヤクザが持ってんのじゃなしに。トラのここにカッターがこう入ってたもん。ああなるほど。ここに毒が塗ってたらもう一層怖い。うわ子供やな。考え方が。ガムはどういう状態になったら捨てればいいんですか。これねガムというのを発明した人はね、はい、ある種天才でしょうね。あそうですか。だってこんな食べ物ないじゃないですか。半永久的になくならない、なくならない。
ガムって口の中でガムでも飲み込むやつおるんちゃうの。あでも ガムを飲み込むと体に悪いんですよあれ。うわ普通やん。あのね、まあまあ、ほなあんたにほなあんたに聞きますけど、やがましなもん。ガムね捨てとき言うたらんかい。いや僕ね、うん、ガムあんまり長いこと噛んでるとね、うん、ブエーって言ってます。おもんないね。いやおもんない。いやマジで大しておもんないね。違う違う違う。誰もそんなネタ言うてんのちゃうから。何何えーってなるんですわ。なるわけないよ。なんでんて。なんで。いやもう味もなくなってるし、いつまでもなんかもぐもぐもぐしてたら気持ち悪くなってくる。あそうですか。そうそう。これはねいいことを言うた人がいる。うん、ガムの捨て時と、はい、女の捨て時は同じだね。うん、まあ言うてみて。女の捨て時はやっぱりね、恋というのはドキドキなんですよ、うん、ドキドキしているうちは恋はいつまででも花咲いていくわけです。ときめいていくわけです、うん、ね、うん、恋愛と俺ガムの捨て時聞いてねえけど。まだ続くの、うんうん、まあ、ドキドキ今日会えるんだ。10時待っとるやん、ね、今日会えるんだ、うん、長そうやなで思うことでね、ドキドキする年のってあるでしょ。この間はやっぱり恋愛は生きてるわけです。ガムの話に行きましょう。あ、はいね、はい、ガムも女も一緒です。だからガムを噛んでいてやっぱドキドキしなくなくなったら。ね、ええー、ねそれ。なあ、どこのせいないガム噛みながらドキドキしてるやつおるの。急にそんな泣かれたってしゃあないわ。こんな感じやで。